コンピュータープログラマーの仕事をやってて、アメリカ でそれを辞めてラーメンのために日本に来ました。でずっとアメリカに住んでる時からラーメンが大好きで、ラーメンブログも書いてたし、ちょっと日本に来てラーメン食べ歩き、俺の人生でラーメンで何かやりたいと思った。うん、島本圭三です。今バサノバっていうラーメン屋の店長です。僕日本人じゃないです。血は日本人だけどアメリカ生まれアメリカ育ちで日系2世です。ラーメンって人間に近いこの世界にいろんな人いるし、ラーメンもいろんな種類もあるし、同じラーメンを違う人が作ったらちょっと違う味になるかも。作った人のパーソナリティが入るみたい。ラーメンって何でもできるから、そのルールがない、決まってない、できないものってないですね。ないよね、できないもの、何でもできる。グリーンカレーそばの方が平打ち麺です、中太な感じですね。体型の日本ラーメンうちのグリーンカレーそばはタイのグリーンカレーとちょっと違う。なんか日本の魚の味をグリーンカレーと混ぜたグリーンカレーそば。タイのグリーンカレー食えない人もうちのグリーンカレーそば食べれる。つけ麺の方は太麺です。うちのつけ麺は、豚骨魚介系で、普通のこってり豚骨魚介じゃなくてもうちょっとあっさり。つけそばです。熱いラーメン食べたくない人がいるから、そのつけ麺だと、スープまだ熱いけど麺が冷たいからちょっと夏に食べやすい。前の店長が、辞めて九州に戻るって聞いて、社長が僕に圭三店長やらないって聞かれて、で それからやるってなって、でもう2年以上店長やってます。はい、お疲れ。元気？はい、元気。お疲れ。紹介するよ。彼が文くんです。ずっと3年間一緒に働いて、文くんと2人でバサノバの味をずっと守ってきました。で彼はヒロシです。ヒロシは僕のラーメンブロガーの友達。たまに限定作るとき、ヒロシが手伝ってもらって、いろいろ新しいラーメンを作ります。ちょっと待って、ちょっとユーラシアローリー食べたことある？ない。ユーラシアローリーって知ってる？何か知らない俺も知らない。でもラーメンが好きだな。美味しい店知ってるよ。だからこれから、バサノワの2階のユーラシアローリーの店、結構面白い店。はい、隣か行こう。じゃあ行こう。店内がちょっと変わってて、でマスターもちょっと変わってて、日本人だけどペペ・アンドレさんっていう人です。バーク高いの安いの？高いの安いの？店の中もちょっと怖いし、ちょっと変だし、でも面白い。でマスターも同じ感じ、ちょっと怖いし、ちょっと変だし、でも面白い。でも何年やってるか。わかんない。10歳。10歳。いや。お疲れです。これはターメヤというものです。豆とニラです。こんな感じ。いただきます。
超いい匂い。なんだろう。美味しいけど、これなんだろう。なんか超高級な草食べてるみたい。コンセプトはちょっとブルースっぽいかな。ポップスじゃないですね。ブルースですね。ちょっとラップとも違いますよね。ブルースですね。料理は習うというよりもお客様がこれは美味しい、ワンダフル、デリシャス、そういえばそれはとてもいい料理だからお客様が教えます。今お皿お持ちしますから。はい。白身魚。美味しい。これうまいですね。これうまい。これうまい。これも、これも。これも。一応大人の会話だからね。すいません。このオーブンの中に入れます。このオーブンの中に入れます。これはお肉です。よろしいでしょうか。普通ケバブで。なんかピザで食べるけど、日の丸県はピザで食べる。うん、やばい。最高にうまかった。やばい。美味しいよ。まあ東京ではこんなのあんま食べれないの。いやー、もう初めて食べた。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。美味しかったね。よし、どうする？ちょっと飲み行こうか。いいよ。そう、俺あの下北でハワイアンバー知ってる。おお、はいはい。808ラウンジって言うけど、まあ、みんな八百屋っていう結構面白いところ。あの808は、まあ、日本来た時から行ってるんで、あのそのマスターとすごい仲いい。808のおすすめのドリンクはモヒートです。で、まあ、僕は日本一って言うけど、宇野さんは世田谷一でいいって。でもモヒートはあのすごいミントをたくさん多めに入れてるから結構美味しくできるので、まあ、美味しいし安いし、あの飲むと結構さっぱりする。808で、まあ、よく行くお客さんたちみんな八百屋って呼んでて、まあ、八百屋に行くとほとんど同じお客さんに会う。みんなもう仲間みたいになってて、パーティーとかやる。おー来た。うなちゃん、おー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 、これやばいよ。でかっ。やばくない？まあ、宇野さんもアメリカのものを好きだからちゃんとしたナチョを作ってる。なんか懐かしい感じ、アメリカっぽい。なかなかこういうナチョをして日本で探せられない、食べられない。喋んない、食べてばっかりじゃなくて。食べなくていいよ。バサノバに通るお客さん、ブン君働いてるとみんなあの人怖いよで入らないって言うけど、ダメじゃん。でもどうぞ。でも秋野、なんでそんなイケメンでそんな怖いの？ちょっと待って自分で。じゃあごちそうさまでした。はい、どうも。さよなら。じゃあねー。はい、日本学校の聞いて、日本学校行ったのって聞いて。日本学校行ったの？行った。でもサボってバスケしてた。でもあまり勉強してない。勉強しようよ。まあ一応、まあ、週1日本学校行ったよ。週1。それはそうでしょ、普通の。なんてもうアメリカだもん。でも週1でサボってた。いや、まだお腹空いてる？お腹空いてるでしょ。ここも空いてるし、まだ飲めるね。焼き鳥食べ行こうか。いいよ、焼き鳥。すごいいいカツっていう店がいるよ、あるよ。行こう行こう。
信頼タレ。よし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 。よいいっすか ?3 人だけど。3名 OK! いいよ、バサノバから歩いて30秒。カツの面白いところは、すごい明るい。店員が元気。なんか入ると、うわーい、いらっしゃいませーって。音出しちゃったの。音出さないでしょ。ほら。ボタンを押すと、スタッフの全員が飲める。やばいよ。っていう感じ。出さない。いただきます。いただきます。何？変なこの野郎。あの、なんか焼酎。あ、本当に。大丈夫。ありがとうございます。お疲れ。あ、美味しくいただきます。美味しくいただきました。鶏をスティックで焼き鳥は。まあ、鳥がスティックに乗ってる感じで、それを1本ずつ食べ、まあ、ビール飲みながら食べるから結構楽しい。日本語って難しいね。変な日本語ですみません。もうちょっと勉強します。これ見て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 、これ勝てない。いやあ、ごめん、押さえてる方が大変だよ、これ。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。何それ、何それ。よし、これからバス戻って何食べる？メンバーガー。メンバーガー、メンバーガー。バーベキュー、チーズのメンバーガー。バサノバに戻ってラーメンバーガー作って、友達も来てくれて、いとこもラップしたし、結構楽しい夜だったね。エンヤダダラ、いや、これでも宝のパパ、Never gonna stop, drop する収穫、都内を空爆。そこまで覚えてて。今からメンバーガー作るよ。ハンバーガーじゃないけどメンバーガー。とりあえず飲みます。包丁乗せ、包丁切れない。包丁切れたらもう酔ってるんだけど。でメンバーガーってパンじゃなくて麺で作ってある。で、中がチャーシュー、分厚いチャーシュー。これがラーメンバーガーです。出来上がり。すごい美味しい。すごい美味しい。ありがとうございます。マンコバーガー。奥さんに怒られる。やばいやばい。女の言ったらもう殺される。酔っ払ってるね。飲みましょう。お疲れ様でした。バサノバニューヨーク店をやります。そのゴールはもう日本の美味しいラーメンを世界中に広めたい。バサノバの味、アメリカ人に食べさせたいし、いろいろラーメンのためにやりたいですね。いや、来たぜ、バスは間違いなくかわしたガサ。KMS、いつでもこの複製。I believe YES、エンヤダダラ。いや、これでも宝のパパ。Never gonna stop her。Drop する収穫、都内を空爆。いや、数字が埋める時の空白。札束掴んでいつかはみんなでしてやる楽。その時はまだ夢を抱く。いや、パパ、いとこんとこ、程度間違いない。違う。二日酔い。そうですね、ちょっとだけ。二日酔い。ハングオーバー。